リゲイアカイは土星の衛星、タイタンの北極に存在する液体の湖。リゲイアカイと地球のスペリオルコの比較。リゲイアカイはタイタンで2016年現在発見されている湖の中ではクラー県海に次いで2番目に大きく、地球のスペリオルコよりも大きい。湖の主成分は液体メタンであるが、その他にもエタニア、妖怪窒素。 各種有機化合物などが含まれていると考えられている北緯79度成形248度に位置しており、カッシーニ探査機の観測により光全体の画像が撮影された。大きさは 420km350km ほどで面積は126000平方 km、海岸線の長さは 2000km 以上に及ぶ。リゲイア海はより大きなクラーケン海と 水文学的につながっている可能性がある。リゲイアの名称はギリシア神話の精霊医の一人に由来する。リゲイア海の合成開口レーダー画像。右はノイズ除去を行った画像。リゲイア海の海岸線は小鈍巨子状と平坦部の主に2種類の地形から構成されている。前者は丘が多い侵食地形であり、後者は平らな低地で、 さらに長い河川が多数注ぎ込んでいる。小鈍巨子状の地形は湖の東から南にかけてで優勢で、平坦な地形は西から北にかけて見られる。荒い地形が沿岸まで続く湖の南東部を除いて、他の地形は海岸線から分離する傾向がある。海岸線には川の河口が沈んでできた湾が多数存在するが、 オンタリオコなどとは異なり三角州のような地形は見当たらないため近年に水面の上昇があったことが伺える。湖の北東から北西にかけての海岸線全体の1、4ほどにわたる領域には水深5メートル以下の広大な浅い水域が広がっており探査機のレーダーで固定の地形まで捉えることができる。カッシーニによる2013年の観測では 湖の一部は170メートル以上の深さがあり、またレーダー波の透過率から湖の液体は非常に純粋なメタンであることが示された。湖の表面もミリメートル単位の滑らかさという極めて平らな水面であった。湖の平均水深は50メートル程度、最大深度は200メートルを超えると推測される。湖の相対積は7000キロ立方メートル以上と見られる。 マジックアイランドと呼ばれる地形の変化。リゲや海が主に純粋なメタンから構成される理由は未だ明らかになっていない。現在考えられているモデルでは、まずタイタンの海はもともとエタンが主で、このエタンは大気上層で以下の反応により生成されている。リゲや海がエタンを書いている理由の解明は将来の観測を待たなければならない。エタンは 固定の近く内に閉じ込められているという説や、隣接するクラー圏界に流れ込んでいるという説が考えられているが、いずれも研究は進んでいない。後者の場合、エタンが少ない液体の炭化水素というのは、タイタンにおける地球の炭水のようなものなのかもしれない。また、タイタンの大気は、エタン以外にも、ニトリルやベンゼンといった幅広い光化学生生物を生み出している。 これらの物質も同様に降雨となりタイタンの海に流れ込んでいると信じられている。レーダーによる観測データはリゲア海の固定がこれらの有機化合物からなる薄い層に覆われている可能性を示唆している。海岸線の温度の測定結果は海岸線に炭化水素が浸透していることを示唆している。リゲア海や他の北極地域の海や湖は観測中に 海岸線が大きく交代した南極のオンタリオことは対照的にいずれもカッシーニの観測機関を通じて安定している。しかし得意な現象として観測初期には湖であったり域に後年に成島と見られる地形が出現した例が確認されている。観測チームにマジックアイランドと名付けられた。この地形は画像上では260平方キロメートルもの広さを モッツが、湖の波や泡の五人とする説のほか、水面下にあった氷山が春になって浮き上がってきた、または、シルトのような物質が漂流しているのではないかといった説が唱えられている。NASA が2009年に提案したタイムミッションでは、探査機をリゲア海に着水させ、探査を行うことが計画された。しかし予算的、技術的問題から計画は2016年現在、 実現に至っていない。スペインで提案されたタリスミッションもタイム同様に探査機をリゲイア海に着水させ探査を行う構想となっている。ありがとうございます。